それは常夏の島で起こった一夜の奇跡。重く蒸し暑く垂れ込める夜の帳の中で出会った浴衣の女神。夜空に咲いた大輪の花に照らされたその姿に気がついたら僕は夢中だった。次回ポケットモンスターサン&ムーン、花火と浴衣とおねえ。違うでしょ。次回ポケットモンスターサン&ムーン、岩をも砕く熱きハート、ライチとたけし。ポケットモンスターサン&ムーンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ベカベカ